はい、どうもパシです。今回は、速報なんですけれども、なんとね、荒野行動とエヴァンゲリオンのコラボが、正式にね、50分前にツイッターで発表がありました。そのツイートご覧ください。警報、5月31日に荒野行動をかけるエヴァンゲリオン襲来、大きな影が嵐の半島に迫ってきて第6の使徒侵入警告だ。今回は100人サバイバルではなく人類 VS 第6使徒だ。逃げちゃダメだ、ジャストファイト。リツイートした人の中から200名様に、Amazon ギフト券プレゼントっていうことで、今ねこれすごい話題になってます。めちゃくちゃリツイートもファボも伸びてますね。俺もねリツイートしましたので、皆さんもね興味ありましたら動画概要欄にリンク貼っておきますので、リツイートしてね、応募いただければなと思うんですけれども、っていうちょっと公認実況者っぽいことしつつ、で今回ね、いよいよエヴァンゲリオンということで、まあ日本の超ヒットアニメじゃないですか。だから今すごい話題になってます。まあ進撃の巨人の時も、まあ、すごいね、盛り上がってましたけど、まあ今回やっぱエヴァンゲリオンなんで、まあコアなファンがすごい多いじゃないですか。別に進撃の巨人と比べてどうとかっていう話ではなく、めちゃくちゃ人気のある作品なんで、すごい話題になってますね。まあ今回嵐の半島に、まあ新レジャーモードが来ると、第6の使徒ラミエルっていうね、あのダイヤモンドみたいな形したやつが、まあ荒野行動の、嵐の半島新マップに来るっていうことなんですけれども、100人サバイバルではなくて、使徒 VS 人類ということで、まあ、進撃の巨人モードの時みたいに巨人と戦いながら物資を集めてラス1になったら優勝みたいなルールではなく、あの第6の使徒を倒せるかどうかみたいな、新モードになるみたいなんですけれども、俺中国版のね、ブログ見たら更新されてて、そこにねすごいことが書いてあったんですよ。基本的に日本の公式ツイッターよりも公式ブログの方が実は情報量が多いんで、皆さんもね興味あったら見てほしいんですけれども、まあこれ Google 日本語翻訳したものなんですが、ご覧ください。まあ5月31日から6月13日にかけてね、荒れた荒野、これ荒野行動ですね、荒野行動と進撃の巨人の劇場版が、コラボするよと。6月13日までですね、5月31日からで、これはまあ日本でもすでに公開されている画像なんですけれども、下の画像これね、公式ブログでしかまだ公開されてないですね。初号機、降臨荒野って書いてあるんですね、多分ね。まあエヴァンゲリオンの中国の表記なのかな、というふうに思われます。まあ、初号机って感じですね。すごいやっぱかっこいいよね。で、前にあのサヨドラさんがエヴァンゲリオンとコアコードコラボするかもみたいな動画を上げた時は、なんか服装スキンが足されるみたいな感じの情報だったじゃないですか。で、俺もてっきりどうせいつも通り新車と、スキン足すだけなんじゃないのって、エヴァンゲリオンの服着て戦うだけとかって思ってたら、これねすごいですよ。この記事読んだらみんなもちょっとテンション上がるんですけど、一緒に見てくださいね。巨大な影がハリケーン半島に近づいていて、高エネルギーのものが静かに全員への脅威を宣言しています。これは6番目の使徒侵入警告です。これまでにない強力な脅威に直面して、今度は勝たなければなりません。これはもはや100人のゲームではなく、人間と使徒との間の戦いですと。だからこれまではここら辺まではまあ日本のツイッターで書いてあることとほぼ同じじゃないですか。こっから先はちょっと違うんですよ。エヴァンゲリオンは日本で最も偉大なアニメの一つだよみたいなことが書いてあるんだけど、最後のね一文がやばいんですよ。しかし従来の人間の武器は使徒たちの脅威に抵抗することができますか。最も強力な武器であるエヴァンゲリオンは荒野にやってくるのでしょうか。荒野の世界で第1と第0の機械を第6の使徒に対して運転することを想像してみてください。これやばくないですか。もしかしたらマップの中に初号機と0号機が配備されるのかもしれない。この言い回しはすごくない？俺これ正直めちゃくちゃテンション上がってる。めっちゃやるじゃん荒野行動って感じ。すごいいいよねこれ、実際に乗れたらね。で、進撃の巨人の時もちゃんとあの立体起動装置とかっていう荒野行動では想像もつかないようなアップデートを入れたじゃないですか。でね、巨人も出てきて、巨人を倒すと物資が落ちて、で巨人に近づきすぎて食べられて殺されるみたいなこともできるみたいな、本当に進撃の巨人の世界を再現していたじゃないですか。なんで今回はもしかしたらエヴァンゲリオンに皆さん乗れるかもしれないですね。パイロットになれるかもしれない。逃げちゃダメだ逃げちゃダメだっつって、100人で戦うのか40人とかで戦うモードになるのか分かんないですけど、めっちゃ楽しみですねこれは。でコラボも5月31日ということで月末なんで、あのバトルパス専用 の、 あの豪華限定版の車両がいつも更新されるのって月末の最終日なんで、それに合わせてるんで、エヴァンゲリオンに大量に課金すると、荒野行動内で豪華限定版の車両ももらうことができるということで、課金するタイミングとしては非常にありなのではないでしょうか。
まあ、ここからはねちょっと背景が進撃の巨人コラボの懐かしい映像なんですけれども、まあ、今回のね、まあ、エヴァンゲリオン、まあ、間違いなく、まあ、新車もスキンも足されると思います。で今回の目玉はですね、あのサヨドラさんがですね以前課金した罰ゲーム100万円を多分エヴァンゲリオンで使うと思うんで、それがめちゃめちゃ楽しみですね。見たいですね。生放送絶対俺見ます。はい、なんで100万円課金した結果、果たして車両は何台出るのか、高級車チケット何枚余るのか、見ものですよね。前回ねキングオブファイターズコラボの時にあの30万円課金してようやく1台最後に出るっていうねとんでもない配信をしてたんで、いやあの時のね記録を抜いてほしいですね。あ、いい意味で、はい、同説って意味です。間違っても100万円課金して0台みたいなのはやめてほしいですね。まあ見てて面白いですけど。で今回ね、まあ、足されるのが、まあ、第6の使徒ラミエルということなんですけど、原作見た方は、まあ、ご存知だと思うんですけれども、あの基本的に近くの敵からは攻撃を一切受けず、近くにいる敵をあの探知して瞬殺してくるっていう、まあ、原作の中では最強クラスのキャラクターなんですよ。基本的にあのパチンコとかアニメとかでも最強設定になっていて、非常に強いキャラなんですけれども、まあ、これと荒野行動で俺らが戦うってなるとどんな風なモードになるのかと。で原作通りだと近距離の武器効かないんですよこいつ。で最初はスナイパー限定モードとかにしてきて、なんか遠くからラミエルひたすら撃つクソゲーになるのかなって思ったんですけど、でもなんかエヴァンゲリオンの0号機初号機がなんかもしかしたら実装されるっぽいことが書いてあったので、それを使って原作通りだとあのめちゃくちゃでかいスナイパーライフルで0号機が撃って倒すっていう設定なんですよね。あのすみません原作見たことないよという方、あの20年ぐらい前の作品なんですみませんネタバレお許しいただきたいんですけど、だから多分その原作に寄せてくると思うんですけど、どんな風になるんだろうね。まあ、みんなで協力してスナイパーライフルを守りきってラミエルにダメージ与えて、守りきるとスナイパーがドーンって発射されてみたいなムービーとか入って人殲滅みたいになったらね、めちゃくちゃかっこいいよね。めちゃめちゃかっこいい。エヴァンゲリオンファンとしてはたまらないよね。まあオパシはですね、まあ、一応アニメの原作は全部見て、映画も全部見て、でコミックスは全部は持ってないんですけど、途中まではコミックス一応持ってたっていうぐらいな感じです。はい、エヴァンゲリオンが原因でパチンコに学生の時ハマってしまいました。まあ、それぐらいエヴァンゲリオンは好きって感じですね。でラミエルって原作だとそのエヴァンゲリオンのネルフの本部になんかあのビニュ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 ってなんかあの挿入してくるんですよね。挿入してぶっ壊そうとしてくるんですけど、これ荒野行動とのコラボ画像だとサッカー場の上にラミエルがいるんですよ。でエヴァたちが倒そうとしてるって感じですよね。なんでサッカー場に何かがあってラミエルが壊しに来て、それを守りきれれば勝ちっていう、多分サッカー場がゴール地点というか守らなきゃいけないポイントになるんじゃないかなということで、なんかこの画像1枚でもなんかいろいろ考察することができて、いや非常にね本当に楽しみですね。いや荒野行動いい仕事してくれました。本当にありがとうございます。本当に進撃の巨人しかり荒野行動しかり、あの個人的に好きな作品なのでめちゃめちゃ嬉しいですね。もうキングオブファイターズは申し訳ないですけど、原作ファンの方とか申し訳ないですけど、俺あんま知らなかったんで、あの語ることもできないしテンションを上げることもあまりできなかったんですけども、やっぱね自分の好きなアニメゲーム漫画とコラボって非常にいいですね。で進撃の巨人とコラボした時はお前こんな訴訟されてる訳ありゲーとコラボしてんのかよみたいな感じで進撃ファンめっちゃ怒ってましたけど、今回は今のところネット見てる限り荒野行動なんかとコラボしないでくださいっていう進撃の巨人の時みたいな感じがないんで、結構やっぱその和解したっていうのはイメージ戦略としてはかなり良かったみたいですね。まあ、この調子でですね、まあ、荒野行動には面白いコラボとか、企画とかね、ガンガン持ってきてもらえると非常に実況者としても、一致ユーザーファンとしても嬉しいですね。はい。ということで、荒野行動がエヴァンゲリオンとコラボするよという最新情報のお知らせでした。皆さんもね、どんなコラボになるか、もしよかったらね、ワクワクしてたらコメント書いていただけると嬉しいです。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。グリッチじゃないですかそれ絶対グリッチだよなおい今さらされてるぞ日本で木に頭ぶっ刺しとくと筆所食らわなくなりますよ。ああね頭がない筆所食らわない裏技、さあ行くぞ。奇跡を起こす奇跡を起こす、いけるいける、やったー。チャンネル登録コメント高評価いただけると嬉
嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。